1977年の浜サロマ駅と周囲約500メートル範囲、右上が網走方面、千鳥式ホーム2面2線、駅舎横の貨物ホームに引き込み線を有している。この時点ではまだ無人化されていないが、相対側ホームはすでに草むしている。駅の中湧別側に建てられた数軒の職員官舎が目立つ。国土交通省国土画像情報をもとに、作成浜サロマ駅は、かつて北海道常呂郡サロマ町あざ浜サロマに設置されていた日本国有鉄道有毛線の駅である。電報略号はサロ。有毛線の廃線に伴い、1987年3月20日に廃駅となった。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。その他、本線の網走方から分岐し、駅舎北側への側線を一線有していた。かつては2面2線の相対式ホームを有する列車交換可能な交換駅であった。1983年時点では使われなくなった対向ホーム側の一線は、交換設備運用廃止後も転轍機が中湧別方、網走方の両方向とも撤去された形で、側線として残っていた。ホーム前後の線路は、転轍機の名残で湾曲していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、構内の東側に位置し、ホームに接していた。木造モルタルで白く塗装された駅舎であった。駅自体は、完全無人であったが、駅近隣の個人が乗車券を取り扱う、簡易委託駅となっていた。受託者は、駅付近の民宿経営者で、駅舎内で宿泊案内を行う場合もあったという、当駅が所在していた地名より、地名はサロマより浜に近いために、浜を冠した。旧駅名の下サロマは、サロマよりサロマ別の下流に位置していたため、下を冠した。駅前には農協ストアや商店街があった。駅舎と駅構内施設は早々と撤去され、駅跡地にはいくつかの町有施設が新たに整備されており、駅や周辺の線路跡は見る影もなくなっている。1999年時点では当駅跡から一思想駅寄りの岩消しけ駒内川にかかっていた橋のコンクリートの橋台が残存しており、2010年時点、2011年時点でも同様であった。理由は不明だが、片側のみであった。日本国有鉄道有毛線一思想駅浜、サロマ駅北見富岡駅、ありがとうございます。